つも通りの朝ごはんを作っていきます。今日もオートミールパンケーキでいきたいと思います。オートミール登場です。その前にプロテインを、片手で卵割っていきます。それではコーヒーを入れていきます。結構お湯入れるんですね。結構お湯入れますね。よく混ぜます。電気チェックします。カーテンを上げて、ドアを開けていきます。手を合わせてください。いただきます。いただきます。それでは食べていきたいと思います。蜂蜜からいきますね。毎朝これですね。この光景です。8割牛乳ですね。朝のストレッチしていきます。You've got to take risks. I'm sure you probably heard that before. But I want to talk to you why that important, but why that's so important. ほら、白い雲はなし。お昼ご飯です。昼ご飯は毎週毎週試行錯誤しながら、どれが一番動きやすいかとかっていうのを、試合後に振り返りながら毎週、探っております。味噌汁が最強なんですよね。
スポーツドリンクとバナナは試合前までで、アップルジュースとプロテインが、試合後ですね。水大事ですね。行ってきます。リーグ戦も残り2試合ということで、今日引き分けた相手の首位のチームが、あと2試合で勝ち点を落とすことを願って残り2節頑張ります。今日もご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。